ハロー、こんにちは。BCSL ワイルドリフト部門 ADC 担当のビビロイヤルことフミヤッチョです。本日はですね、現在開催中のワイルドリフト世界大会のアイコンズ2022デイ7チームフラッシュ VS T1 の試合を見ていきたいと思います。そして今日はゲストにこの方に来ていただいております。はい、こんにちは。 USG 所属バロンレーンのラークです。よろしくお願いします。はい、よいしょよいしょ、おいっす、おいっす、おいっす。ということでね、もうこの世界大会ね、出てたね、 USG のラータンに今日はゲストに来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。いや、本当お疲れ様でした、世界大会。いや、ありがとうございます。いやいや、本当にね、その辺のね話も後で聞けたらなと。まずこのチームの方紹介させていただきます。はい、左サイドですね、 T1 ですね。これはPC のね、超名門チームのモバイルの バージョンですね。バージョンですね、まあ、はい。で、まあ、T1 としては、今年1月開催の WCK2022 プレシーズンインビテーショナルでは、ロールスター Y を 3-0 で破り1位に輝いたという実績を持っております。で、この右側ですね、レッドサイドのチームフラッシュは、ベトナム代表の1位となっておりまして、モバイル大国のね、ベトナム代表となっております。出す、ということで。いやー、どうすか、このチーム、両チーム、ラータン。いや、チームフラッシュは、フラッシュウルブスをボッコボコにして上がってきたチームで、めっちゃ強いんですよね。フラッシュウルブスもめっちゃ有名なチームですもんね。そうそうそう。だから僕的には、チームフラッシュがどういう動きするのかに、特に注目してます。ありがとうございます。まあ、T1 もね、本当に強いチームなんで、ね。あ、そうですね、そうですね。うん、この勝敗がどうなるかというところね。見ていきましょう。じゃあバンピグの方から見ていきますか。はい、お願いします。はい、で T1 がオラフで、 TF が、まあ、カミール。まあカミールは強いっすよね。いや、青側のカミールの勝率えぐくて、赤側はもう結構バン筆頭に今いっちゃってるのかな。もうファーストピックレベルっすよね。ジャングルトップでフレックスできて、どっちに行ってもスケールやばくてサイドプッシュ止めれないみたいな、よく見ます。何回ナーフすりゃええねんっていうやつですね。で、まあカジックス、まあこの辺はあれですね、まあ、カジックスジェイスとかよく見る番で、まあセナもやっぱファーストピック強い。うん、でもカルマも番っすよね。そう、 USG もめっちゃ番してましたよね、カルマ。カルマとにかくボットレーン強くて、うん、スノーボール力高いし集団戦も強いんで、かなり僕ら結構ボット中心に組み立てること多かったから、相手にカルマ取られるのがすごいだるかった。うん、普通にじゃあ ADC マクロ的な感じで ADC に合わせるカルマが強いって感じですか。うん、どっちでもとにかく何と合わせても、例えばジグスだったりコウキとかと合わせても、レーンがめちゃくちゃ強くなるから、それがちょっとカルマのいいとこかなって、うん、確かに。まあね、サポートで味方が逆に ADC じゃなかったらルーデンエコー初手に積んだったってみたいな、お前サポかいみたいなダメージが出ますからね。これが後期か。そうで、ルシアンを初手に T1 が取って、で、まあ、リーシン後期、まあ、ここもね、結構この後期とジャングル、まあ、カジックスだったりみたいな、よう見ますよね。まあ、ジャックスかリーシンかカジックスカミール、その辺から選ぶのと、後期プラスジグスだったりを取っちゃうパターン。でも後期は大体取られるのかな、もうこの赤側の2つ目で。うん、うん、なんかそんなイメージは、うん、もう初手かブルーの初手か、まあバンピック的に、そう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 、どっちかもうここにピックかと。で、ウーコンとジグスを T1 は取っていったということで、ウーコンも評価高いっすよね。ウーコンも、まあ、トップレーンレーン強くて、うん、ジャングルもいける、うん、今結構ホットなチャンピオン。うん、ねラータもやってましたからね、ウーコン、ね、ジャパンカップからウーコンばっかりやってたな今思ったら。あ、いや、俺シェン見たかったけどね、もっとラータンのシェンやりたかったけど、まあ、うん、結構ピック順だったりとかで X が難しいから、うん、シェンって。あ、そうよね、トップで限定で的になっちゃうもんね。いや、見たかったなというとこで、 TF はこれでネクトンを取って、このまあリーシンでネクのライン、うん、これは本当にね、もう自分が上げてる動画でも何回も言ってるんですけれども、ゴレベ、セベクの怒り、フラッシュスタン、リーシン登場で終わります。もうやりたくないもん、これ。こんなん来たら。もうこれ見えたらトップね、何出したらええねん状態ですからね、これ。あ、もう、味方に助けてもらうしかない。本当に。絶対に死ぬ、来たら。
まあね、それでね、舞さんもようカバーしてましたからね。そうそう、舞さんとかおかずが助けによく来てくれるから。うん、まあ、それを狙ってのピックかというところで、バンピックがね、まあ、ジャックスと、まあ、スレッシュ、波、ラカンとなっておりまして、まあ、ジャックスもね、やっぱその先ほど言いましたけれど、やっぱジャングルで非常に強いキャラと。そうね。カジックスと、まあ、リーシンとカミールが、うん、まあ、もうない状態だったら、ジャックスが一番ティア高くなるのかな。残ってるチャンピオンだと。まあ、ただ T1 としてはね、まあ、ウーコンがフレックスいけるんでっていうやつですね。うん、で、まあ、ナミルシア、まあ、ジグスがどっちに行くかっていうのを限定的にするためにも、ナミバンしたかなっていうところで。うん、で、そう、スレッシュと、まあ、ラカンバンして、で、こう、そう、ルルを取るんですよね、こう T1。まあ、もう、エンチャンター取りたいアピールですよね。まあ、レーン強いサポート、うん、圧力あるサポート切って、うん、エンチャンター取りたい。に対して、まあ、波だけはやめてくれってチームクラッシュが言った感じですよね、うん、これは。やっぱユーミよりルルのがいいんすか？ああ、ちょっと難しいな、うん、なんかやっぱ、トップサイドで動くことが多いから、うん、チームとして。なんかそこでユーミって行きにくいのかなみたいなのがあるんですよね。あ、最近の、まあ、流行だと、よくサポートがトップカバーしたり、まあ、ミッドに走ったりとか、うん、まあ、動き回ることが必要だから、うん、そういう面で言うと、まあ、ルルの方がちょっとやりやすいんかな。うん、思うんですけど、レーンの強さは多分ユーミの方が強いのかな。そうですね、やっぱりでも ADC をやっぱこういう風にキャリーさせるっていう感じになると、うん、まあ、マクロ的にもまあユーミでも良かったのかななんてちょっと思ったりもしますけれども、うん、まあ、ユーミどうなんだろう、まあ、見ないとルルの良さがめっちゃ出てるかもしれない。ね、確かに確かに。で、まあ EF としては、まあ、今ね、こう APC で結構厚めのラックスと、まあ、グラガスを抑えていったというところでね、まあ、グラガスもね、うん、このサポートね、もうめちゃめちゃ強いですから。まあ、今、ホーキとジグスとラックスが APC の中だと、一番評価高いのかな。うん、ちょっと抜けててって感じで、うん。どこにいてもウルトでウェーブクリアできたりとか、まあ、ボットレーンのセットアップ、スネアからのセットアップも強いし、うん、レーン終わってからも強いし、地味に視界取れたりとか、ね、シールドでエンチャントできたりとか、うん、結構器用で使いやすいチャンピオンですね。そうね、一回勝ち始めるとね、もうこのオブジェクトのセットアップ先にできると、うん、ラックスのキャッチからもうワンキルみたいな、いうとこまでいきますから、やっぱ評価高いっすよ。グループ A、ブルーサイド T1、始まりました。フラッシュゲーム1スタートです。ゲーム1スタートです。まあ、でも珍しいですよね、このまあジグスを置いて、でボットがちゃんとこう ADC なのって。そうですね、最近だとやっぱボットに APC がいてっていうパターンの方がかな、うんうん、まあ、ミッドサイドはハルブレ持ちつつサイド出るっていう、うん、そう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 、まあ、このやっぱ構成になると T1 としてはやっぱりこうボットレーン主体に動いていくと思うんで、うんうんうん、そこのマクロに結構注目して見ていきたいなと思います。そうですね、まあ、ルシアンをスノーボールさせる動きが、うん、まあ、対して、チームフラッシュはレネクトンとリーシンでトップレーンを破壊するみたいな、うん、結構対照的な試合になりそうなバンピックですね。うん、しかもミッドの主導権に関してもやっぱこう後期側の方がまあ序盤だったり押せるから、うん、序盤強い。こう T1 のこの ジョン ジョンはね、ちょっとこの、まあ逆に、こう、あれですよね、このナミルシアンっていう、この ADC 系のピックを取ったから、うん、まあちょっと、まあジャングルだったり、そっち側主体で動きたいっていうので、もうちょっとトップはまあ、まあちょっと一人で耐えてくれんかっていう。ギブ気味なガレンではある、うん、正直。ギブガレン。ギブガレンではある。これすごい気持ちがわかる。チームルル取ってルシアン取ってボットで動きたいよ言ってるから、うん、誰もカバーできへんで言って何もOK俺がレンねっていう気持ちではある。まあ、タンクだけしますわ言うて、そういうのができるのがやっぱガレンみたいなチャンピオンの強みだから、うんうん、まあ、ただね結構ねラータもやってたと思うんですけど、リベンのこの、うん、なんか価値っていうのもまあちょっと世界大会中にちょっと上がってるのかなみたいな気持ってて、あ、まあ、カミールがとにかく流行ってる、うん、でカミールのカウンターっていうのがまあ一つ評価を上げてるところかなっていう、なるほどなるほど。あとトップのスケール勝負に結構最近だとトップゲームするチームが多くて、うん、まあ、そういう面で見たときにリベンはかなりスケール力もあって集団戦も強いしレーンも強いから、
構評価が高いのかな。うん、レネクトン、そうかな。うん。まあそうね。うん、やっぱこの、レネクトンに関してはもうやっぱこのトップサイドでやるときのこの、もうスタンの強さやね、結局。えげつない、正直。ジャングル育てることができるのが、やっぱり大きいかな。うん、来てくれれば育っちゃうか、まあ、うん、あとはリーシンみたいなね、ちょっと前の変更でオブジェが5分になったじゃないですか、うん、なんでまあ連戦が伸びてタワーが柔らかい4分から5分の間にキルが発生したら簡単にタワーが取れちゃうメタになっちゃって、はい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 、はい、まあ、リベンだったりレネクトンカミールっていうのはすごいギャング合わせ強くて、ジャングルと一緒にキル取っちゃえばもうそのままタワーにつながるから、うん、この後のオブジェクトトレードだったりとかですごい先に有利取ることができて今すごい評価されてる。うん、なんかねこう3分40だったりね、そう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 、そうでこうちょうどそのタイミングでね5レベぐらいになって、うん、今のぐらいですよね、今の時間ぐらいでこうもうトップダイブして、そうそうそう、でまだオブジェクトのセットアップの時間じゃないからそのままタレット取るみたいなのもよくありますね、うん、意味わかんないぐらいお金さ開いちゃうから、うん、バリアを吐いていたいうとこですけど、まあリーシンなんか意外とその動きしてないっすね、チームフラッシュの、まあ、ガレンが熱い説はある、うん、ベイブクリア早くて、うん、硬くて決めづらいから、うーん、まあ、レネクのカウンターっていう面もあるから、あそう序盤は確かにね、うん、こう、うん、レネクに対してより取れるピックといえばガレンみたいな、まあ、ブリーバー王権が出るぐらいまでは結構ガレンが良さげ、うん、うん、あでもやっぱねこうウーコンも、まあ、やっぱジャングルだったりねこのサポートでもこの時間本当にトップサイド行ってることも多いですけど、うん、ウーコンもこう ADC 側ドラゴンレーン側を見て男ってますけど、ありそうだ、おお。いやでもこのレネクトンのオルトがジャストこのオブジェクト前に使うというバッシュ切らなかったでしょうか、うん、もうリーシーに対して死にますから、ね、余裕で確かにでもリーシーもここで作んないのは意外っすね、うん、あでもただこの視界の取り方、このビームフラッシュ の赤のワード見えると思うんですけど、この取り方がめちゃめちゃ綺麗ですね。ヘラルドサイドの視界綺麗に取ってから、うん、ドラゴン触って相手の動き、うん、相手が襲いに来るのかそれとも補完してくるのかをちゃんと分かって、うん、そうですね、でもまあねちょっとね、まあ、レネクルト切っちゃったのもあって、まあ、交換で、おっと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 、危ない危ない、もうボット押せてる分結構良さそうだけど、うん、これちょっと聞きたいんですけど、この今ヘラルド行く動きと、うん、ドラゴン行ってタワーダイブする動きってなんかどっちが、なんかどっちもあるじゃないですかメタとして、あるけど個人的にはやっぱ、うん、ドラゴンよりヘラルドを取って、うん、タワーを追ってゲームをスノーボールするっていうのがやっぱ強いのかなって思ってるんですけど、うん、この場合はもうチームフラッシュの動きが P1 より早すぎてヘラルド取られてもなんか刺さってないですよね、ただジグスがいるから何かしらの動きでミッドに立つことができたりした、おえぐ、おえぐい、ちょっとうますぎるかでもカウンターもうますぎるかも、ちょっとうーん、まあここはでもやっぱヘラルド取ったらね、やっぱさすがにファーストタワー取られたくないですからね、ちょっと T1 としてはなんかこうチーム構成である ADC をちょっと育て、おっと、いや、もうハルブレ後期こういうのが、うん、硬い、落ちない、うん、うん、
確かにやっぱね、集団戦のやっぱこのパッケージっていうこの明確なの分かりやすいですからね。私無限にスケールしていくのに、うん、サイドで一人で経験値ってめっちゃ硬いから。このビルドでもなんか他のやっぱルシアンとかよりダメージ出るっすよね普通に。いやでこいつ。いやーうますぎるかも。うますぎるかも。あ、さっきやっぱ夫のアクションでスペル落とされてたから、うん、あーなるほどなるほど、うん、一連の流れが上手で、うん、これがねこのジグスはやっぱちょっと近づいてないとウルト打てないけど、ラックスやったらどっからでも打てる。このしかもエネクトンみたいなね分かりやすい CC があったら、いやいやいや強い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 強おいすおいすおいす強すぎるっす。このアウターアワーは守る T1 ですが、バロンレーンは折られてしまいます。あとミッドアウタータワーも700というところで少し心もとないですね、やっぱなんかこう少しちょっと浮いちゃってる感じになってるっすよね、ルシアン側が。難しい、うん、難しいと思う。もう、結構レーンをボコボコにして、ルシアンがスノーボールしないと、まあ、エンチャンターも取ってるし、両名とも苦しそう。サポートも一人で動けないチャンピオンだし、そうね、ルシアンもスノーボールできてないから。サイド交換でめっちゃアグレッシブやもん。コアが逃げたい。カトリンガンも避け切った。 JY も捕まるすかというところで、おい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  JY 楽しそう。走者上から飛んできたサイレンスが入ったジョン。ジャッジメントこれは倒しきれないという判断。ファイナルスパークはステージ室でかわしますが、ただこれはおー、ただ手前には引っ張れませんでした。いやいいっすね。まだゾーニャの選択も効いてるっすね、これは。にも BDD 選手当たってしまったという方が正しいかもしれませんが、あそこに対して一瞬でアルティメットの反応、やっぱチームラッシュの方がやっぱこれ試合のセットアップ全体的な、めっちゃ早いな、とにかく早いから。うん、ドラゴンも取ってタワートレードも勝ってて、タワートレードイーブンか、ドラゴン分かなり得意してる、しかもまあお金さんも2Kつけてヘラルドフリーで取って、いやもうずるいな。まあガレンってどこでトップレーンが、無理にこうトップで作るのをやめて、ルシアンとルルのサイドにずっといて、うん、T1 のスノーボールを妨害したのが良かったのかな。逆に攻めるの難しいからガレンサイドで、はい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 、ガレンウーコンじゃ序盤強いリーシンの強みをボット、相手のボットサイド動かれないようにしたのがすごい良かったこのゲーム。確かにね、もうルシアンからのスノーボールっていうのがもう T1 のこの明確な試合展開だから、わざわざリーシンはそっち側にいたっていう、多分ガレン殺すことはできるんだけど、カウンターでルシアンとルルが育ってしまう方が多分ゲーム的には苦しくなっちゃうから、結局育ってないですからね、チームフラッシュのジャングルがすごい。いやこれリーシンのリーシンがうますぎるかも。なんでノーダメージなんこれ。いや、やっぱでもこの強いチームのこのアグロピンポンがもう本当にえぐい。うん、わかる。本当にすごいなこれ。なかなか死なない。結構な数のアクション起こったけど、まだ1デッドしかしてない。まあ、T1 としてはね、やっぱこうルシアンが育ってないと、まあ、ちょっとねダメージ的なところで、あとワンコアは欲しいな。でウコンもねこう本当にウルトを打つぐらいしかできないし、これだとなんかジグスもねセットアップできる CC が、ウコングのウルトとルルのウルトぐらいだから、キャッチアップも難しそうだよ、こうなってしまう。そうね。それのドライス入ってきました。これは。結構集団戦の開始っていう部分だと、チームフラッシュの方が全然。今強いから、こう一体ずつ
狙って殺しに行きたいんだけど、そういうことができる CC が不足してるから、めっちゃ苦しそう。確かにね、これね、ロールの方でもよく言うんですよ、逆転には CC って。これが確かに2枚しかないっていうのはちょっと。僕、アレンジグス、ルシアン、CC ないから。まあ、ウーコンとかルルも決して、キャッチアップにめっちゃ強い CC ではないから、ね、レネクトンみたいな。そう、これもう T1 がもう、うわーちょっともうどっか、ま、守ろうとしてるとでもこうなっちゃうよ、仕方ないからな、まあ、これで後出しですからね、これはもうしょうがない、この先に相手の方が絶対早いから、うん、ファームもしたいし守んないといけないから、いろんなレーンに人割かないといけないけど、先に押してる分もう好きなことできるから、チームとしてはこうなっちゃったら逆にね、あと中断書見ますか。ぐるぐる回って耐えているフロントはかなり硬いが、バックラインにその間に飛び込もうとしているボディスラムが当たっている、旋風エンブレなんとか巻き返して、やっぱダメージがこう出してる時間っていうのが少ないね、 T1 側は。まあでもうまくやった方ではあるの、本当に。アグレッシブすぎる選手ではあるんですが、まあでもね、これでねルシアンが育っとったらやっぱちょっと無理できるっていうのもあるし、やっぱガレンでこうタンクしつつ手前から手前からっていうのがやりたいんだけど、ちょっとまだね BDG 選手のお金が足りないかなってありますね。そうで、しかもやっぱこういう早いテンポのチームと対応する時ほどこのサイドに出にくいキャラっていうのがいるっていうのは、あ、そうね、そうね。まあ、ガレンも、まあもうこの時間まで行っちゃうと1対1全然強くないし。うん、だし、まあチームの構成的にやっぱタンクがガレンしかおらんから、この、まあ、集団戦起こされるかもしれないからグループしとかないといけないっていうとこで、この、チームフラッシュ側に全部このレーンの主導権、今上側と下側はもう、レッド側のね、このプッシュ状況になってて、うん、で先にセットアップされて、CC が多いビームフラッシュっていうのがね、めちゃめちゃ振り回してますね。うますぎる。そう、やっぱこういうとこはね、さすが T1 っていう。BDG マジ頑張ってはいる。いや、ジグスは一人にしないで。いやでもこれはおいし、あーでも後期はスプリットか、ね、ハルブレイカーのいいの強すぎないレネクト、アワヤじゃん、アワヤじゃんと。あ、でもこういう動きっていうのをこのなんだろう、中断戦を起こす側は4枚しか集めてなくて、うん、このまあ、ハルブレイカーとか持ったやつがずっとスプリットしてる、うん、4人は時間稼ぎつつあやくばキル取れたらいいかなみたいな。もうてかサイドの主導権が本当にないから、球団、起こさないといけないっていうのがしんどいよね、まあ、今のとかもうまくいったけど、すごいめちゃ頑張って追いかけてこれだから、インフィタおられる結果だから、もっとスマートにやる必要あるけど、どうしても負けてる側は無理だよね、こんな、うん、ポコポコ人殺せないよ。CC ないから。まあこれ、ね、じわじわいかんとね。うん、もう相当気合出してるけどね。うん、ここのね、やっぱサイレンスからのキャッチは、うん、まあ、ちょっとやらかしな部分もあるかなと、フラガスの。いや、いいっすね、この BDG のこのアグレッシブな感じも。やっぱめっちゃいい、正直。うん、で、ここもこう、もう戦う気あんまないもんね。1枚落とせればいいみたいな、チームフラッシュとしては。いやー、いや、そのパン。いや、うますぎ、ちょっと運びすぎかも。ここしっかりとチームフラッシュを落として2キル目を獲得。3キル取ってさあ、ゲームエンドが見えてきた。まあ、お金を持ち始めただけあってちょっともったいないけど、リーシーうますぎるかも問題ですね、これは。いや、これも、まあ、T1 とかお金負けてるけど、うん、結局ボットにスーパーミニオン出てるから戦わなきゃいけないんだよ、うん、それが苦しいんだよ、うん、そう、まあそっち側行ったらバロン取られるし、うん、みたいな、そう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 、早くやんねえとっていう焦りもあるし、うん、
リ選手としてはこのジス選手に対して大きい。いやこのチームラッシュの動き早すぎて T1 がこう ADC マクロが綺麗にできなかった。でそれをねやっぱ防ぐためにリーシュがやってたとめっちゃ良かったっす。うん、レネクトン取ったけど、まあ、レネクトンサイドでゲームしないっていう、まあ、相手の動きをどっちかというと読んで妨害する側に回ってうまくやったなっていう印象。うん、はい、それでは総評に移らせていただきます。はいはい。でね、このまあ T1 側ってやっぱこう、まあ、ADC マクロっていうところでやっぱこう ADC にお金を入れたいから、うん、こう結構ガツガツやっぱレーンはこうルシアンのやっぱ序盤の強さっていうのを生かしてガツガツ行きたかったんですけど、まあ、それに対してこうずっとこう TF のこのチームフラッシュ側のこうリーシンがこうボットサイドでアクションしてたりして、うん、で途中もこうやっぱルシアンをねこう必要に狙うみたいなところで、うん、まあこう T1 のこのチームのコンセプトである ADC をこう育てさせなかった、うんうん、っていう動きがまずそもそも TF はうまかったかなとっていうところと、やっぱそこでねやっぱルシアンが育ってないとやっぱ勝てないっていうところで有利取ってからのこう、まあ、ミッドジグスってのもあってサイドにこう振りつつ、まあ、タワーを取っていくっていう動きが本当にうまかったかなと思います。やっぱね、あとねオブジェクトのセットアップが本当にチームラッシュは早い。早いね、本当に早かった。カバーとかもアクションのスピードとかも、うん、ウーコンがカバーに来れないスピードでずっと仕掛け続けて、うん、そうね、やっぱ、うん、なんかもう逆サイドにいることがやっぱ多かったですね。そう、うん、とにかく早くて、うん、ルシアンを潰しきってたのが、うんうんうん、よかったな。本当っすよ。逆にね、ラータンの方にね、ちょっと T1 側の、まあ、まあ負けてしまった側なんでね、うんうん、ちょっとまあ難しかったと思うんですけど、ちょっとまだ軽く良かった点みたいな、まああと、まあ、ここ惜しかったねみたいな点があったらちょっと軽くお話しいただけたらなと。まあスノーボール自身のせいで結構難しくなっちゃって、うん、苦しいながらも終盤の、まあ、ルシアンを先頭にしたキャッチアップで、うんうん、まあキルを詰めてルシアンにお金を集めることができたので、うん、最後の集団戦こそルシアンのフラッシュがなくて出てしまったけど、ね、ずっとずっと狙いは良かったなって思いますね、うん、やっぱこういう構成だとねお金さんもバンバンつけられて、うん、そうね、序盤の駆け引きがちょっとチームフラッシュに分があったけど、うん、途中終盤の集団戦を起こす動きだったりキャッチアップに向かう意識は T1 よくやったなと。そうやっぱね、負けてる側のアクションって本当にむずいですからね、うん、本当にあそこの4キルを T1 側が取って、で最後の集団戦っていうところで、ね、ルシアンのねフラッシュがなかったっていうのがね、あ、そうね、そうね、まあ、うん、本当に惜しかったなっていう気がしますよね、うん、ただインフィーター取られてる状態だと、まあ、どうしても前に前に早く早くってなると思うのが分かるから、うん、まあ、そうね、いや、ナイストライではうん、やっぱボットがやっぱスーパーミオンで押されて、うん、でバロンに圧かけられつつ視界も取られてみたいなところでね、逆にキャッチされるやっぱ TF 側のこの CC がめちゃくちゃ多いから、うん、っていうのでやっぱそこで当たりに行ったっていう判断が逆に良かったって感じですね、うん、はい、ありがとうございますっていうところで、まあ、この試合のちょっとターニングポイントになった部分を軽く触れようかなと思ってるんですけれども、はい、まあ、すごい大きな場面はなかったかなと思うんですけど、うん、ちょっとまあ見ていただきますね。この試合時間6分28秒からの流れなんですけど、まあ、こうオブジェクトヘラルドとドラゴンを交換した後に、まあ、このルシアンガに圧をかけると、でここでこう T1 側のカウンターもめちゃくちゃうまいんですよ、ここ、うん、こんなのねもう2キル取られるでしょみたいな、そこを抑えたんですけど、この後っすよね、この後スワップしたルシアンに対してこのスペル全部落ちててウルトもない状態にさらに圧をかけて、うん、ここでダブルキルを取ったとこうますぎる、うん、いや本当にこれ、いやこれうますぎ、こうね、俺レネクリーシンやんないのみたいな、うん、ガレン倒さないのと思ってたらここまで、ま、置いとくんかいというね、そうで、ここでやっぱこうやっぱルシアンがこうちょっと止まっちゃった、このお金の稼ぎだ傘だったりが、うんうん、止まったっていうのが本当に大きいかなと。まあさっきもこうおっしゃってたんですけど、うん、まあ最初のアクションで、まあ、ジグスとウーコンをカバーに来させて、うん、まあでもそれより早くアクションしてるから、もうルシアンとルルは HP なくてリコールせざるを得ない状況だったから、うん、もうトップに行くのまで読んでアクションしてるんだったらめっちゃすごい
だってレネクあそこずっと待っとったっすからね、うん、あのめっちゃすごいこれ。でそこにリーサポ、うん、もうさっきねボットでアクションしたはずのサポート、もうジャングのリーシンが来てるっていうのは、これ本当にこのチームフラッシュの動き読み、うん、が本当に光ったシーンかなと。一連の流れがめちゃくちゃ上手で、うん、すごいな。で結局まあタワーもねこれでカウン、まあ、1-1効果になって、うん、で結局お金入れたいルシアに入れられなかったのっていうのがね、そうね、本当にそうね、うん、だったのかなと思います。ということでですね、はいはい、まあちょっとまあ締めの部分に入っちゃうんですけれども、はい、まあワイドリフトのねあの世界大会ね、アイコンズ2022はね現在もまあ開催中ですというところで、あのまあ概要欄にも記載してるんですけれども、BC スエルの YouTube チャンネルにてですね、あとウォッチパーティーを開催しております。でこう毎日ね基本的に配信してたり、あとね日本のね、いややっぱまだ SG が残ってますけれども、まあ、そことかはねめちゃめちゃ盛り上げてね一緒に見たいなと思ってるので、ぜひ遊びに来てください。はい、というのとですね、またあと僕のねこのチャンネル登録とこの動画の高評価、 Twitter のフォローもよろしくお願いします。ワイドリフトやねロールの動画投稿だったり、まあ、ライブ配信を行ってるのでこの動画以外もチェックしてくださいねっていうのと、あと、今回ゲストに来ていただいた USG のラーク選手の Twitter をね、はい、概要欄に載せておきますので、皆さんぜひフォローよろしくお願いいたします。フォローお願いします。そう、もうラータンがもうね、俺世界大会出たのになんか知名度低くない。いや いやがん、うん、自身のね努力の少なさやっぱねこう有益なツイートなんかもね、ラータン今回やるんじゃないんかみたいなこともありますから、まあ、頑張ります、はい、ぜひぜひこれだけでねラータンのこのツイッターのフォローよろしくお願いします。またお願いします、ね、普通にもうランクやるときもねラータン呼んじゃおうかななんて思ってるので、はい、僕の方もよろしくお願いします。はい、それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。あ、バイバイ。バイバイ。